パッキングウィナーは、香港の競争馬。主な勝ち倉は2008年の香港チャンピオンズチャターカップ、ホカスナデン競馬場戦8 0 0メートルのコースレコードを保持している。主戦機種は、ダグラス・ホワイト。本場は、ニュージーランド産。香港に輸入された後、2006年5月13日にデビュー。当初は低迷していたものの、2007年頃から、 勝ち始め徐々にクラスを上げていった。初重賞となった国際シートライアル、初の G1 挑戦となった、香港ゴールドカップともに、ビバパタカに敗れたもののそれぞれ2着、4着と、検討している。2008年5月25日に行われた、香港チャンピオンズチャターカップでは前目から直線、抜け出すと、ビバパタカの追撃を半場審査を抑え優勝した。その後、 11月16日の国際カップトライアルでは7着、12月14日の香港バーズでは5着と勝ちきれないレースが続いた。2009年2月8日のジェブセンセンテナリーバーツで7着の、あと2月22日の香港ゴールドカップではビバパタカの首差の2着となった。続く4月5日のチェアマンズトロフィーでは10着と大敗した。 続く4月26日のクイーン・エリザベス2世カップでは5着、5月31日の香港チャンピオンズチャターカップでは6着だった。10月25日のスナデントロフィーでは久々の勝利を挙げた。しかし国際カップトライアルでは6着、12月13日の香港バーズでは11着にそれぞれ敗れた。2010年は7戦するが、いずれも未勝利だった。 2011年は参戦するが未勝利となり、現役を引退した。ありがとうございます。